兵器の世界には、もしこれが完成していれば、あるいは、もっと早くに登場していれば、大きく活躍しただろうに、と思えるものがたくさんあります。今回、皆さんにご紹介するのは、そうした日本軍の幻に終わった兵器たちです。日本では、戦時中に、いくつもの新兵器開発を行っており、未完のままに終わったものも数多くありました。これらの兵器が実用化されていれば、どのような活躍を見せていたでしょうか。極地戦闘機、神殿。日本海軍の神殿は、B-29 を迎え撃つために開発された、最高速度750キロという日本屈指の高速戦闘機です。尾部にプロペラがついた、まるで前後逆に飛んでいるように見える特徴的な形状は、前翼型と呼ばれ、後ろについているプロペラで機体を押し出すという推進方式でした。この方式は、プロペラの後ろに機体がないため、推進効率が高く、機首を小さくして空気抵抗を減らすことができるメリットがあり、神殿の高速発揮には欠かせないものです。さらに、エンジンが後部にあることで、機首に30ミリ機銃4機を集中配置することができたため、高い攻撃力を誇り、迎撃戦闘機として理想的な機体でした。初飛行が8月6日だったため、すぐに終戦となり、B-29 と戦う機会はありませんでしたが、革新的な神殿の設計は世界的にも知られており、日本軍機の中でも特別な機体だったと言えます。I-201 型潜水艦。I-201 型潜水艦は、潜高台型とも言われ、日本海軍が建造していた水中高速潜水艦です。I-201 は、連合軍の対潜能力向上に対処するため、水中速力19ノットという高速と、最大45時間という長時間の水中行動が、可能な潜水艦として計画されました。当時は、日本だけでなく、他国の潜水艦でも、水中速力は10ノット以下が普通だったことを考えると、I-201は驚異的なスピードを持っていたことがわかります。水中での高速を発揮するため、船体は抵抗を抑えることを第一に考えた設計になっており、潜航深度も110メートルと日本潜水艦ではトップクラスでした。しかし、優れた性能と引き換えに問題も多く、肝心の水中高速航行時に安定性や運動性が悪くなる、高速航行時には時間の推進機がうるさくて超音に支障が出る、水中行動力を重視して電池をたくさん搭載した結果、居住スペースが圧迫されて信頼のない乗員が出てしまうといった点が指摘されていました。戦後に I-201 を調査したアメリカ軍も、危険極まりない潜水艦という評価を下しています。こうした問題は、戦時中に完成を急いだことも影響していると思われ、間に合わなかった兵器になってしまった I-201 型ですが、戦後初の国産潜水艦親潮の設計に影響を与えたとも言われます。ロケット戦闘機、秋水。秋水は、ドイツ空軍が開発したロケット戦闘機 ME-163 をもとに開発された日本軍唯一のロケット戦闘機です。秋水の任務は、高高度を飛行する米軍の B-29 爆撃機を迎撃することで、ロケットエンジンを搭載した秋水は、発進後3分50秒で高度1万2000メートルまで上昇することができました。秋水が飛んでいられる時間は最大でも3分しかなく、30ミリ機銃2艇による一撃離脱戦法を取り、ロケット燃料を使い切った後は滑空によって降下し、ソリで地面に着地することになっていました。戦闘時間が短いことはネックですが、当時の日本軍には高高度で戦闘できる機体が少なく、上昇速度も速さも相まって、秋水には大きな期待がかけられていました。秋水の開発が、機体は海軍、エンジンは
陸軍と異例の陸海軍共同で行われたことからもそれがわかります。周水の燃料には引火しやすい過酸化水素が使用されており、大量に浴びると人体を溶かしてしまうという性質があったため、搭乗員や整備員には大きな危険が伴いました。1945年7月7日には飛行試験が行われたものの、空中でエンジンが停止する事故を起こしてパイロットが殉職し、終戦を迎えています。海軍ジェット戦闘機菊花。日本初のジェット機である菊花は日本海軍が開発した機体で、当初は特攻用攻撃機になる予定でしたが、その性能の高さから通常の戦闘機として採用されることになりました。ドイツから譲り受けた資料をもとに開発され、外見はドイツの ME262 に似ていますが、日本独自の設計でありコピーではありません。30ミリ機関砲に艇を装備し、両翼に搭載したジェットエンジンにより最高速度785キロの高速を発揮して敵機を迎撃します。搭載エンジン、ネニチューのネハ、燃料ロケットの頭文字から取ったもので、日本ではジェットのことをこう呼んでいました。操縦席の55ミリ防弾ガラスや12ミリ防弾鋼板、防弾燃料タンクに加えて自動消火装置など、海軍機としては防弾性能も充実していました。1945年6月に試作機が完成。8月7日に初飛行も実施され、日本初のジェット機が空へと上がりました。しかし、直後に日本が降伏したため、菊花が実戦配備されることはありませんでした。菊花を調査した米軍は、エンジンの性能も良く、実戦では ME262 と同等の能力を発揮しただろうと評しています。陸軍ジェット戦闘機、機201、火竜。機201火竜は日本陸軍がドイツの ME262 をもとに開発したジェット戦闘機です。外見は菊花に似ていますが、菊花が当初は特攻機だったのに対して火竜は最初から本格的なジェット戦闘機として計画されています。火竜は ME262 と同サイズのエンジンを搭載し、最高速度もME262 並みの852キロと ME262 のコピーに近い面を持っていましたが、細部には違いが見られました。最高速度はアメリカの P80 シューティングスターやイギリスのグロースターミーティアといった連合軍が将来投入してくるジェット戦闘機にも十分対抗できるもので、武装も20ミリ機関砲と30ミリ機関砲が2門ずつという強力なものです。日本最強のジェット戦闘機になったであろう火竜ですが、試作機の完成予定は1946年の3月で、製作に取り掛かったところで終戦を迎え、幻の戦闘機となりました。超巨大爆撃機富岳。日本軍の試作機で最大のサイズを誇る超巨大戦略爆撃機富岳は、アメリカ本土を爆撃するために計画された機体です。発端となったのは中島飛行機の創始者であった中島竹平の構想した Z 飛行機で、米本土を直接攻撃するという壮大な計画は陸軍と海軍の両方から注目を受け、陸海での共同開発が行われることになりました。富岳とは富士山の別名のことで、その名にふさわしく、当時の常識からは夢のような巨人機でした。全長46メートル、全幅63メートルという B29 を上回る大きさで、2500馬力、エンジン12機を搭載し、高度1万メートルで速度780キロを発揮します。富岳は19400キロという超大な航続力を生かして太平洋を横断。米本土を爆撃した後は大西洋を横断し、同盟国ドイツの支配下にあったフランスに着陸して、燃料と爆弾の補給を行い、再び米本土を爆撃して日本へ帰還するという運用が考えられていました。搭載できる爆弾量は20トンと、
まさに絨毯爆撃を可能にしたことでしょう。しかしエンジンの開発や機体材料など当時の日本の技術力では問題が多く、戦局の悪化により富岳に回す資材人員がなくなったため、夢の超巨大爆撃機は夢のままに終わりました。殺人光線 Z 兵器。殺人光線というおどろおどろしい名前の兵器は、日本海軍が開発していた電波兵器のことです。正式名は Z 兵器と言われ、伊藤洋治海軍技術隊を中心に研究開発が行われていました。 Z 兵器はマグネトロンと言われる機器により、数メガワットという大出力のマイクロ波を生み出し、 B-29 のような敵航空機のエンジンや電気系統を故障させて撃墜しようというものでした。現在アメリカやイスラエルで実用化されているレーザー兵器にも似た兵器のため、レーザー兵器の走りと言えるかもしれません。1944年には Z 兵器開発のため、静岡県島田町に海軍技術研究所島田実験所が開設。200人以上の科学者が集められ、その中には物理学者の友永慎一郎博士や、戦後に日本人初のノーベル賞受賞者となる湯川秀樹博士も参加していたと言われます。出力 500kW の第1号実験機も完成し、ウサギやマウスといった小動物への照射実験も行われたとされ、航空機の破壊だけでなくパイロットへの攻撃も考えられていたのかもしれません。だとすると Z 兵器は名前に違わぬ殺人光線だったわけですが、最終的に Z 兵器が完成を見ることはありませんでした。陸軍でもマイクロ波で敵を攻撃する怪力光線が9号兵器の名称で開発されていたようですが、こちらも実用化には至っていません。マイクロ波を兵器として利用するのは当時の技術ではなかなか難しかったのですが、この研究が戦後に電子レンジの開発に役立ったという説もあり、殺人光線の開発も全くの無駄ではなかったと言えるのではないでしょうか。他国に比べると工業力や技術力で遅れをとっていたと言われることもある日本ですが、精神的なものや革新的なものなど様々な兵器開発を行っていたことがわかります。これらが実際に使われていたら、果たしてどのような活躍を見せてくれたのでしょうか。いかがだったでしょうか。楽しんでいただけましたか。今回の動画を見てあなたが思ったことをコメントしてくれたら嬉しいです。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。